世界的な名手、ライアン・ムーアー、40、イギリスが18日、フランス・ドービルの G1 モルニ賞、芝直線1200メートル、出走9頭をホイッスルジャケット、オスに、エイ・オブライエン、父・ノー・ネー・ネバー、で制し、G1 通算200勝を達成した。現在はクール・モアの主戦ジョッキーとして、エイダン・オブライエン旧車アイルランド、 の有力場に数多く起乗しているムーア騎手。G1 発制覇はノットナウケートで制した6年のイギリスインターナショナル S だった。国別の G1 勝利数は英国82勝、アイルランド33勝、フランス25勝、米国22勝、香港12勝、日本9勝、UAE6 勝、オーストラリア5勝、 カナダ4章、ドイツとイタリアが1勝ずつとなっている。日本で挙げた9勝は10、11年エリザベス女王杯、スノーフェアリー、13年ジャパン C、ジェンティルドンナ、アサヒハイ FS、アジアエクスプレス、15年マイル CS、モーリス、16年天皇賞、秋、モーリス、17年チャンピオンズ C、ゴールドドリーム、19年アサヒハイ FS、サリオス、 22年ジャパン C、ベラーアズール。今後もその勝負強い手綱さばきを楽しみにしたい。